はい、お疲れ様です。マキチ競馬屋さんのマキチでございます。今週もよろしくお願いいたします。はい、先週のね、皐月賞です。なんとなんとね、18番の D マジェスティがね、勝ちました。まあね、後でね、考えたらやっぱり、共同通信杯も勝ってますしね。8番人気っていうのがね、ちょっと、人気がなさすぎた感じですね。私の本命のね、里のダイヤモンドもね、ちょっとまあ、不利を受けたんですが、まあ、それでも3着とね、頑張ってくれました。まあ、ダービーに向けての仕上げでしたんでね、ちょっと重め残りで、の感じでしたが、まあ、ダービーでね、一応、リベンジしてくれればと思っております。それではね、今週、日曜日の重賞、フローラステークスの方にね、行ってみたいと思います。パール行動を本命にしたいと思います。パール行動はね、ここまで2勝、3着1回とね、3着の時の勝ち馬がナムラシング、2着がミッキーロケットとね、ちょっとボバの、まあ、言うたら、一戦級のね、2頭です。牝馬にはね、まだ一度も負けておりません。こちらの馬ね、トップスピードをね、長く維持できるスタミナをね、持ち合わせておりますのでね、オークス向きかなと思います。ここでね、3着以内に入って、是が非でもね、優先出走権取っていただきたいと思っております。それから、フロンティアクイーンですね。こちらね、菜の花賞とクイーンカップをね、連続2着に入り、力を示しました。クイーンカップではね、勝ち馬のメジャーエンブレムにはね、まあ、離されたんですけどもね、まあ、東京の芝コースで、まあ、適性をね、示した一戦になったと思います。まあ、ここではね、まあ、メジャーのいないここではね、まあ、勝ち負けできるんじゃないかなと。それからクイーンズベストですね。こちら連投でね、挑んだ、チューリップ賞ではね、勝ち馬のシンハライトから、0秒3差と4着とね、好走しました。まあ、出走権の3着までには入れなかったんで、桜花賞にはね、ちょっと出れませんでしたが、まあ、唯一のね、こちら勝ち星が、芝の2000メートルとね、今回のね、舞台と同じ距離になります。っていうのもね、プラス材料かなと思います。あとは、ビッシュとチェッキーノ、こちらを加えました。今度は5頭のね、3連複のボックスで、いきたいと思います。こちらもね、オークスのね、まあ、トライアルレースに、まあ、なるんですがね、メジャーエンブレムの方がね、NHK マイルカップの方に、まあ、参戦表明したようですんでね、シンハライトとジュエラーのね、ライバルになり得る、馬がね、こちらから出てくるか、ちょっと注目のレースになると思います。はい。それではね、日曜日、フローラーステークスの予想を終わりたいと思います。